肘関節ミニモデルについて解説します。こちらのモデル本体は右側の肘関節を2分の1のサイズで再現しています。スタンドのレリーフ、こちらでは肘関節の断面を描いており、関節の内部構造を確認することができます。関節面は分かりやすいように水色で塗られています。動作ですが、肘の屈曲、伸展、そして、前腕の海内、海外を確認することができます。